さあ、金沢スタジアムにやってまいりましたよ。というか、金沢55カレースタジアムにやってきました。というのは正解なのかわかりませんが、久々に投稿になる、まあ、公開すれば投稿になるとは思いますが、実は2週間に1回ペースで来てはいたんですけれど、チームの状況もよろしくない、もうちょっと落ちてたというのも、自分自身が落ちてたというのもあるのと、まあ、変わり映えもあまりないので、言うこともそれほどないというので、まあ、オクラというか、公開してないという形になりました。で、まあ、とりあえず、一旦、今回で締めるという形で、しっかりと撮影していきたいと思います。内覧会の方には、気合い入れて撮影したいと思いますので、まあ、その時はまたよろしくお願いいたします。それでは行きましょうか。それでは、レッツゴー。はい、アメルンパーク側の方から映しております。見た感じ、もうここから見る感じは、建物自体はできているという感じです。それでは、もう少し奥行ってみましょうか。はい、いつも最後に撮っていた場所に来ましたが、その仕切りというか柵というか、その垣根の方がなくなっております。はい、まあすっかり秋という感じですが、気温の方は32度で、こんなに草が生えてたかなという。で、この下に、溝があり、ちょっと水を溜めるような感じになってたのが、土をこれから持っていこうとしてるのかな。だから本当に拡張できますね、これ。この水をどうするのかなとはちょっと気にはなってたんですが、これでおそらく、ここ、いっぱいいっぱい、広げられるので、スタンドの方は全然拡張ができるという安心ができます。だいたいこの幅に。で、この市民サッカー場の方は、取り壊しになるはずなんですが、でそこの多目的広場、ここがどうするのか。はい、先ほど言っていた溝なんですが、こんな感じになってます。で、徐々にこういう風に埋めていくという形になってますね。で、このアウェーゴール裏の真後ろにいるんですが、まあ、試合中は見れないですが、ハイボールのボールはちょっと、ボールが浮いたやつはこのように見えるのではないかと思います。は、あの小さい灯籠がなくなって、まあ、ここからこういう風に丸見えになったんだ。おお、おお、これいいね。
はい、いつもとは逆から回って、見た感想。もう、塀の方がなくなり、もう完全にって言い方はおかしいけれど、細部の工事を残すのみで、もう出来上がってるのかなっていう気がしますね。出来上がってますね。で、どうでしょう。1年半、昨年の5月から通いまして、最後の方ね、ちょっと、心残りはありますが、一応自分の中では、2週間に1回、通うことはできたんですけれど、いろいろ、そのね、何ヶ月、1ヶ月、2ヶ月とか、勝てない時期もありますし、チームが勝てない時期があり、そこで降格して迎えるかもしれないという、かなり、重い雰囲気の中で撮影するのもちょっと辛かったのかなとは、思いますが、下向いても仕方ないんで、ね、建物は、スタジアムはもうできてしまったので、ここにまた来年通おうとは思ってます。これまで楽しみにしていただいた方も、いるということで、とても感謝しております。これで一旦、この金沢スタジアム、金沢555カレースタジアムの定期的な更新というか、動画の方は、今回で締めてみたいと思います。本当に長い間ありがとうございました。ただ定期というか突然そのスタジアムに来て撮ることはあるかと思いますが、このシリーズとしては今回締めようかなと思っております。今回の動画は以上となります。本当に何回も言いますが、応援してくださり、動画を見てくださりありがとうございました。また気持ちを新たに、ロンチーチャンネルの方頑張っていきたいと思いますので、温かい目で見守っていただけると嬉しいと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。